フィリピン共和国、ラプーブリーカ・フィリップナ国家、最愛の地フィリピン第一共和国は、かつて、フィリピンに存在した政権である。1899年1月21日に、ブラカン州マロロス市で宣言されたマロロス憲法によって公式に、設立し、1901年3月23日に、イソベラ州パラナン市でエミリオ・アギナルドがアメリカ軍に拘束され、 事実上解体されるまでの期間に存在したフィリピン政府。当時の正式名称の訳語はフィリピン共和国であり、政府及び議会の所在地にちなむマロロス共和国という通称も知られている。フィリピン共和国の設立はスペイン帝国の支配に対するフィリピン独立革命の絶頂である。年月日、フィリピン独立宣言がされ、 6月23日にフィリピン大統領エミリオ・アギナルドを主犯とする革命政権が独裁支配にとって変わった。1899年、アメリカ合衆国はフィリピン共和国を廃止、1946年に独立を付与するまで占領した。1899年のエミリオ・アギナルドの当選を飾った縮小門詳細は、 フィリピン独立革命を参照フィリピン第一共和国はフィリピン独立宣言と一連のスペイン支配の崩壊を受けて設立された。フィリピン第一共和国は1899年のマロロスのバラソアイン協会における憲法制定会議によってフィリピン議会を設けることとして1897年7月7日のビラクナバと協定によって設立された独裁政権にとって変わった。 1899年1月1日にフィリピン議会はエミリオ・アギナルドを大統領に選出し1月23日には大統領就任式を行った1899年1月21日にアギナルドとフィリピン議会の10人の代表によってフィリピン共和国は承認された1899年にマロロス憲法が批准されるとフィリピンディテリア大学が ブラカン州マロロス市に設立された。フィリピンリテリア大学は法学、薬学、医学、交渉学の講義があった。1898年10月25日には士官学校、少年のための特殊学校としてブルゴス研究所が設立された。一方で、前年の1898年8月以降、米西戦争の過程でマニラを占領していたアメリカ軍は、 共和国派がマニラ占領に参加することを許さず、両者が退治する二重権力状態が続いた。詳細は、米非戦争を参照フィリピンアメリカ戦争の期間を通して緊張状態が続いた。アギナルドと同志は、アメリカ軍に抵抗するために、事実上の首都であったマロロスから撤退し、ルソン東北部の山岳地帯へと落ち延びて、ゲリラ戦争を展開した。 日本からも独立を支援するため獅士が参加したが、武器弾薬を積んだ布引き丸が沈没したことや、フィリピンに潜伏していた獅士たちが捕獲されるなどして、失敗した。1901年4月1日、アギナルドはアメリカ合衆国への忠誠を誓い、公式にはフィリピン第一共和国の消滅と、フィリピンがアメリカ合衆国の支配下にあることを認めた。後に、第二次世界大戦で、 日本軍がフィリピンに上陸すると、アギナルドラは日本に協力し、フィリピン第二共和国として、再度独立したが、日本軍の区靴となり、日本の幸福と共に終焉を迎えた。ありがとうございます。